こうやっぱ勝負感のある監督だったりするわけでしょ。やっぱりその花がありますもんね。まあ我々守備陣がこう投げて帰ってきて、さあ攻撃するぞっていう時のその長嶋監督が、あのグラウンドに片足ちょっとこう出して、うん、ベンチから片足出して腕組んで、うん、ちょっとこうグラウンドに唾をペッて吐きながら、おい行くぞーとかっていうその姿がかっこよくてね。なんかそのすぐ横で松井とかがなんか一生懸命声を張り上げて、うん、なんか盛り上げてるんですよね、そういう姿とか見ながら、うん、なんかそこの中にいて何を教えられたっていうことでなくて、そこで一緒に野球をやることで逆にそういうこうジャイアンツを引っ張っていってる人たちのもと野球がやれたということで自分が成長していけたという感じです。その空気感に成長させられたというか。いや本当そうです。清原さん、あの清原さんが打てなくて東京ドームが応援のボイコットしたりするじゃないですか。そういうその中でこう清原さんがベンチに帰ってくる姿を見たりとか、桑田さんが肘の手術後の復帰戦であの東京ドームであのマウンドに肘をついた姿とか、はい、ああいうのをやっぱり生で見るわけですよ。なんかやっぱりすごい人たちがいろんな思いの中で野球やってるその姿がたまらなかったですよ。いやもうね、いろんな物語があって、うん、もうそらそらすごいですよ。吉野部がパッと入ってきていきなり活躍するその姿を僕は目の当たりにして見るわけですよ、うん、上原がいきなりもういきなりすごい20勝あげるわけですよ、はい、上原がプロ入ってきた時に1年間とにかく高めにボールがいかないんですよ。なんかそういうものを目の前で見るだけでもう何を教えられるっていうことよりも、あ、こいつらに負けちゃいけないんだっていうことでやるんですよね、うん、指導力とかなんとかじゃないと思います。じゃあそういう部分で言うと今のジャイアンツでまだちょっと違いますよね。今はだから原監督が一生懸命野球をこう今の巨人 の選手たちに一生懸命野球を教えてるんだと思うんですよ、うん、で今度は今だから安倍晋之助とかですね、はい、まあ、あの高橋由伸は監督としてはまたチャンスあると思うんですけど、そのそういったところに向けてもやっぱり原監督がああやって一生懸命今のこの戦力でやりくりをしてる姿を見てまた多分成長するんですよ多分。うーん、ああいうものをこう何か口で指導をされることよりもこうとにかくそうやって結果を残している人たちの姿をとにかく目の前で見せることが大事ですよね、うん、まあそれはそのジャイアンツとは信じたれとかですね、うん、絶対勝たなきゃいけないっていう中で、うん、なんだかやね、そういう中で常にそういうプレッシャーの中でやってる、まあその当時日本全国から注目をされている球団だったので、